どうも、241です。はい、今回は B リーグ2022-23シーズンロスター紹介、茨城ロボッツ編やっていきます。はい、お願いします。茨城はね、昨シーズン初めて B1 に昇格して戦ってきたチームだったんですけど、今シーズンオフにも結構いろんな動きがあったんで、その辺も見ていきつつ分析していきます。はい、よろしくお願いします。現在のロスターが12人となっております。新加入の選手が現時点で5名いまして、日本人選手から3名、エヴァンガ北海道から山口隼人選手、大阪エベッサからジャワラ・ジョゼフ選手、シガレイクスから林翔太郎選手、木川区で広島ドラゴンフライズからトーマス・ケネディ選手、外国籍は B2 の熊本ボルターズから LJ ピーク選手となっております。はい、ということでね、まずやっぱ触れたいのはトーマス・ケネディ選手、広島からね獲得しまして、まあ昨シーズン茨城は木川区の選手はいなかったんですけど、今回トーマス・ケネディ選手獲得したということで、まずここが大きいかなっていうのがありますね。そうやな、しかも広島で今までずっとエース張ってきたというか、間違いない、まあ、そういった選手が茨城に入ってくると、これはかなり大きい補強やな。そうだね、まあ、ジャワラ選手に関しては、まあ、大阪で、まあ、あまり出れてなかったんですけど、まあ、終盤怪我が多くなって、まあ、割かし出る時間も増えて、そこでちょっと成長できたというか、まあ、昨年少しインタビューもさせていただいたんですけど、やっぱりその時に出場時間も増えて経験も増えたので来季に生かしたいみたいな話もしてたので、ここは茨城でまた出場時間も増えると思うんで、そこは楽しみかなって思いますね。あと北海道のね、山口隼人選手なんかは本当に将来有望な若手選手っていう感じで、得点能力も高くてリバウンドも取れるし、昨シーズンで言うとね平均 6.9 得点上げてたりとか、本当に北海道でもこう頭角を現してた選手、そのタイミングで今回獲得できたっていうのは非常に茨城としては大きかったかなってありますね。あとは林翔太郎選手、川崎、新潟、滋賀ってきて、今回茨城になるんですけど、林選手はわりかし何でもできるタイプっていう。そうだね、オールラウンダーだし、サイズもありますからね。あとなんといってもやっぱね、外国籍枠で獲得した LJ ピーク選手、ここも大きいですよね。これはでかすぎる。まず宇都宮で持、った時から B1 で無双してた選手で、間違いないで、 B2 でもちろん無双して、でまた戻ってきたと、まあやってくれるやろなって、まあ本当に個人能力の高さは本当にこの B リーグ全体で見てもね、随一なのかなと思いますし、熊本ではね50得点超えとかもあったしまあ本当そんなスコアラーがね獲得できたっていうのはすごく茨城にとっては大きかったなってありますよね。茨城は去年平均で 79.2 得点、14位っていうことで、ケネディ選手、LJ 選手と、もうかなりオフェンス強い選手が入ってきたから、ここを伸ばして、昨シーズン失点が19位ということで、なかなかうまくいかへんかったから、得点をより伸ばして、なるほどね、失点ももちろん抑えていくみたいな、こういうバスケが展開されるかもしれない。そうだね、アップテンポなバスケね、グレースマンヘッドコーチやってるから、その辺のフィロソフィーに合う選手が取れたって感じですかね。既存のね、昨シーズンからいたメンバーも積み上げが大きくて、福澤選手シューターでいたりとか、田島朝日選手がねハンドラーでいたりとか、外国籍で言ってもタップスコット選手とジェイコブセン選手、ハードワーカーなインサイド守れる選手っていうのがいるので、昨シーズンからのメンバーと新加入選手のこのバランスミックスされてすごくいいんじゃないかなっていうのは期待高いですね。ここここでやっぱその平尾選手、福澤選手とかいうガードが変わらへんかったっていうのは、やっぱそのチームを浸透させるにおいてかなり重要なことやと思うから、そこはもしかしたらそのグレスマンヘッドコーチが重要視してるポイントでもあるかもしれんな。そうだね、今回マーク海島ゼネラルマネージャーが2022-23のチーム編成についてコメントしててんけど、その中で3つポイント挙げてて、ビルドアップの継続とリスペクト、新規選手がもたらすロボッツのスタイルの確立、最後に最先端のバスケットっていうことで3つ挙げてて、特にこの3つ目、最先端のバスケットっていうところやねんけど、今回はポイントガードとかシューティングガードとか、細かいそのバスケって実はポジションあるんですけど、そこのポジションこだわるんじゃなくて、ハンドラー、ウィング、センターっていうこの大きな構成でやっていくっていうのがマーク海島氏のコメントであって、これはもう NBA の概念に習って持ってきてるっていうのがあるねんけど、そこはやっぱその最新のバスケット、NBA なんてな、もうセンターはもうないね、ポジションレスになってきて、本当にガードとかじゃなくてハンドラー、ウィング、センターっていう3つぐらいに分かれてきてるっていうのは確かに主流になってきてるから、世界の流行に習ってってところですよね。もちろん海島氏も NBA とは大きく違うってことはおっしゃってるんですけど、やっぱそういうな、新しいバスケに挑戦していくっていうところで、一つさっきの言ったロボッツのスタイルの確立っていうので速いバスケ、去年もアップテンポなバスケかなり展開してるけど、そこがより精度を高めるっていうのが本気のバスケット
プなのかなって思う。そうだね、うん、まあやっぱりグレスマンヘッドコーチとも継続してるし、うん、そのスタイルっていうところで言うと、うん、正しいチーム全員が同じ方向を向いてこう進化できてるっていうのがあるかなと思いますね、うん、あとはマーク海島氏が自分ら弱点ももうすでに言ってて、うん、まあ、今回はやっぱサイズが小さいっていう、確かにね、割とこう小粒ではあるよね、うん、チームとしては、まあ、それも上回るぐらいのオフェンスを見せていくっていうのはおっしゃってましたね。まあ、NBA と比べちゃいけないけど、ウォリアーズなんかはね、別にサイズちっちゃかったですけど、うん、圧倒的なシュート力とアップテンポっていうところで優勝したりしてますし、うん、まあ、そういうところを目指していくかもしれないですね。新しいですね。新しい、うん。楽しみですね。楽しみ。うん、はい、ということで今回は茨城ロボッツの来シーズンのロスターってとこ見ていきましたけれども、ジェネラルマネージャーも変わってね、チームのスタイルっていうのもしっかりと示された中で、新加入選手楽しみな選手もいっぱい入ってますし、まあ、B1 でいうと2シーズン目になるので、うん、どんな積み重ねを見せてくれるのかっていうのはすごく楽しみですね。まあ、東地区の強豪揃いの中でも、まあ、選手だけ見たら、うん、まあ、そんなに劣らへんというか、うん、それだけパワーのある選手が今回入ってきたり存続したりもしてるから、うん、まあ、そこは楽しみなところやな。そうだね、うん、まあ、本当にだから東地区っていう強豪のね激戦区ではあると思うんで、うん、その中でどれだけこう勝ち星をね積み重ねられるかっていうのが楽しみに見ていきたいですね、うん、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。